にちは、佐野です。今回ですね、また久々にゆっくり弾いてみたシリーズタブ作りました。今回ディープパープルのバーンです。いよいよ、まあ、とても早い早弾きの元祖的なハイウエスター以上に早いと。では後半こうメロディアスなクラシカルなねフレーズもオルタネートも出てくるので、すごいいい練習になる曲だと思います。でまずですね、本物は180何かしなんですけど、120で弾いてみたいと思います。聞いてみました。ですね、バーンのギターソロは何て言うんだろう、3ブロック、最初のなんかですね、アマアドリブっぽいとこと、あとこの速いとこ、あと最後のこのクラシカルフレーズっていうんですかね、この一番最初のこのランフレーズたちが相当速いと思うんですよね。この最後とこことかですね、本当の速さでいくと異常に速いですよね。でコツなんですけど、このプリングしかしないんですよ。だからピッキングをダウンアップダウンでプリング、そうするとなんか流れでいけちゃうんですね。でこの時にですね、結構この人差し指がですね、ついてないとこの4弦が異常に出ますので、こうですね。あとこの速いとこですね、16のですね、ここのコツって、まあ、コツっていうかがむしゃれにやるだけなんですけどね。ここ一応まあ教えてて思うのがですね、この人差し指を離すのが遅れることが多いと、こうですね。遅れるとこのこういう風になります。でしっかりもう勢いで離す、で最後のクラシカルフレーズなんですけど、ここはゆっくりやったら多分アップダウンダウンになっちゃうと思うんですけど、まあ、本来はオルタネイト、でここはまあオルタネイト練習、オルタネイトピッキング練習的な感じでこう練習フレーズにするとすごいいいと思います。まあ、こんな感じで、なんていうんですかね、まあ、音源に合わせてがむしゃらに弾くのも楽しいですけども、こういうふうにまあ僕が弾いたように、こうなんかクリックとかに合わせてゆっくりやるとすごい、なんていうんですかね、ピッキングとかフィンガリング、まあ、いろいろ詰まってるんですよ。ただ、早いんであまり練習にならないんですけど、今極端に120と、まあ、本当は180何歩でやりましたけど、こう例えば100ね、50とかでやっていただくとすごいいい練習になるかと思いますので、
弾ける方も弾けない方もいろいろやってみていただければと思います。以上です。ではまた。